ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。読む紐わかず一室は下に恐ろしきモートルの声のうなりの噴泉よ、エレキの森の小武家さや。うちに霊号を潜みいて、青き炎を木に噛めば、ここに不思議の色心は無限の絹を投げ打ちぬ。かの底知れぬ開演も、この現実の秘密には、深きを比べがたからむ、彼は眠りて寝おびれて。ただ悪僧の魚にのみ、暗き心をおののかし、これは調和の核心に万法の根を誘うなる。古きは廃れ町ちまた、また新しく栄ゆべき、花の都の刀なりになりも果てざる土の暮れ。塵にまみるる草原の、そのただ中に恐ろしき、大モートルの響きこそ、日も夜も若ね、絶え間なく。船より上げしか小石、かしのいさごにうずたかし、いずれ大化の礎や、彼方を見れば絶え続く。レンガのアーチ、人はこの粉雑のうちにうずもれて、願いはあれど名はあらず、力と技に励みたり。ああ、爽快に新たなる、生を送る人もまた、胸にとどろく心嚢の激しき声に鞭打たれ。築き上ぐべき柱には、くしき望みの実相を、深く刻みて誉れなき、汗に額を潤さむ。さあれ車の鉄の輪、軸に黄金の差し油、注げば空を解く切りて、大音振るうモートルや。その勢いの渦巻きの奥金聞けよ静寂を、生ける響きの瑠璃の石、これやまことの金剛座。くしくも遥かな楼石の壁に這いゆく銅線は、エレキの脈のいくら線、真なる台に新たなる。命伝うる言動の、その力こそ上妙か、法音開く光明の、匂いぞ人に迫りくる。神原有明、有明州より、上妙か、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。仏教の言葉であり、清らかであるという、上妙が花として咲くという情景でございますね。救いが完成された世界であると言ってもいいでしょう。ただ、この詩の花は、なんだかネオンサインのような気がいたしますね。電気の動力で作り出された、人工の光り輝く上妙の花、これが、現代における、救いの姿であるというかのようですね。理想は時代とともに変わっていく。それならば、救いも時代とともに変わるもの。大丈夫。どんなに世界が変わっても、ちゃんと救いはある。心配すんな。とでも言いそうな、懐の深さみたいなものを感じますね。その昔、ちょっと有名になった、般若心経ロックの現代語訳文を思い出しますね。現代では、お経はだいぶ遠くなってしまったかと思いますが、内容としては、結構いいことが書いてあるものです。人の生き方と行く道を示すお経。種類は様々ございますが、一つの物語、一つの救いとして学び取れるものもございます。調べてみると、結構面白いものでございますよ。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉箱書道。